はい始まりました給与明細チャンネルです毎日投稿しているのでチャンネル登録高評価お願いします、えー、今回は大阪府の開発職の正社員3年目27歳の方の給与明細です仕事内容は伝送図面作成や修正などの CAD オペと、えー、伝票作成などの事務業務仕事内容、えー、必要な資格やスキルが基本的な PC スキルと CAD 操作勤務時間が1日8時間の残業30分 収入が年収300万で、えー、キャドーオペレーターになりたい方へのアドバイスとしては、技術職としては低賃金ですが、開発など知識を生かせればもたくさんあります。で給与明細で、基本給が21万円で、税金手当300円、えー、総支給があ、えー、食費もついてますね、食費が8800円ついて、総支給が21万9905円。 そこから工除が引かれて手取りが18万2929円となっています、えー、今回は CAD オペレーターとして働く方の給与明細でしたまあ伝送図面の作成など、えーまあ、かなり知識のいる、えー、作業だとは思うんですけどまあそれだそれを考えたら、まあ、ちょっとやっぱり給与は少ない感じがします、えーまあ、CAD など、えー、高校生とかで習って 高卒でつける仕事なので、まあ、そこまで給料高いところは多くないんですけど、まあ技術とか身につけたら上を目指せる職なので、まあ、悪くはないのかなって感じです。今回はこれで終わります。チャンネル登録高評価お願いします。